大変な話題となりました。最初は生活に生かして生まれ変わった年賀状の駅舎をぜひご覧くださいませ。
ご乗車ありがとうございます。これより先、電車は緑のトンネルといわれる銚子電鉄で一番人気の区間を走ります。電車の一番前、運転席の前方を見るとまるで森の中を走っているようなフルヘッジックな景色を見ることができます。次は笠上黒生でございます。降り口は左側です。この駅には係員がおります。調子コースターは第3号市場方面がこちらでお待ちください。次は笠上黒生、髪の毛黒生、笠上黒生に停車いたします。降り口は左側です。お待たせいたしました。次は西足鹿島。見えないことで未来を開く芦沢ハイテック株式会社西足鹿島でございます。降り口は進行方向運転室後方のドア右側です。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。これより先、沿線では秋から春にかけてはキャベツ畑、夏はトウモロコシ畑が広がり、のどかな風景を車窓から見ることができます。冬暖かいという気候を生かした柔らかい春キャベツは全国一の生産量を誇っています。次は見えないことで未来を開く芦沢ハイテック株式会社西足鹿島に停車いたします。銚子市民センターへはこちらでお降りください。ホームが段差となっておりますのでお降りの際はお気をつけください。ご乗車の皆様、最高プロダクション所属、銚子市 PR アイドル、銚子電鉄担当の天瀬斗真です。風光明媚な景観を誇る足鹿島の海岸周辺は明治、大正時代の文人たちが滞在したことで知られています。文学好きの方には銚子出身の国木田独歩をはじめ、小川宇泉、尾崎学堂の文学碑や竹久夢二の寄町草の日を巡る散策がおすすめです。次は足鹿島に停車いたします。最高だぜ銚子。
本の渚100選に選ばれた君ヶ浜は、各社青少と豪快な太平洋が眺望できる景勝地です。君ヶ浜潮騒公園へはこちらでお降りください。ご乗車ありがとうございました。次は犬坊、犬坊最高だぜ調子、アイドルマスターサイド M 犬坊でございます。運賃は進行方向運転室後方の表示器に表示されます。犬坊崎付近一帯は水郷筑波国定公園に含まれる景勝地です。犬坊崎灯台は世界灯台100選、日本の灯台50選に選定されている日本屈指の名灯台で、東映の映画で有名なオープニング映像は灯台南側下の岩場にて撮影されたものです。太平洋の大パノラマが楽しめる地球の丸く見える丘展望館、願いが叶う観音様万願寺もとても魅力的なスポットですので、ぜひお立ち寄りください。まもなく犬坊、犬坊最高だぜ調子、アイドルマスターサイド M 犬坊に停車いたします。お忘れ物ございませんよう、今一度お手荷物をご確認ください。降り口は左側です。次は犬坊駅に停車いたします。お出口は左側です。犬坊で降りるお客様、お手持ちの乗車券は降りた駅係員へお渡しください。一日乗車券でご利用のお客様は日付が見える面を駅係員へご提示ください。犬坊の次は終点の戸川に停まります。本日も銚子電鉄をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく犬坊に停車いたします。
お金払って。